今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田エミリと申します。実は最近料理教室に通ってるんです。と言っても2年前からだけど。え、師匠、師匠はトイレットペーパー持ってきた。今日はその成果を皆さんにお見せしようと思って料理を気合い入れて作ります。しかも料理教室だから、料理教室のレシピ見ながらさせてください。やばい、今日めっちゃ時間かかるかも。よろしく頼むぞ。じゃあ今日の戦士お呼びしましょう。まずひき肉、ニラ、チンゲン菜、トマトちゃん。これで気づくでしょう皆さん。餃子の皮、なんと今日は餃子を手作りで作ります。もう一つそれに合うスープも作るわ。なんか勝手に緊張してきた一人で。じゃあまずご飯炊こうよね。ご飯必要だよねみんなね。いちごでいっか。ではご飯を炊きます。みんないつも早炊き、早炊き。あ、間違えた。予約できるコースを選んでください。炊飯、師匠乗ったらダメだよ。師匠ちゃんこんなでっかくなりました。成長しすぎ。じゃあ作るよ餃子。ニラを細かく切るぜ。やばい、ニラ切りすぎた。ニラしかない。キャベツ切りすぎた。ひき肉、おいしそう。塩、ピッピッ。生姜、ピッ。合体、ボン。混ぜるよ。なんか私もともと、まあ今もなんだけど、料理がめちゃくちゃ苦手で、でもいつか絶対、料理って絶対しなきゃいけないじゃないですか。そう思ってね、料理教室を2年前ぐらいにね、通い始めたんですよ。しかも、その料理だけじゃなくて、ケーキとかパンとかも作る料理教室、そのフルコースを契約して行ってたんだけど、通ったと同時にね、コロナが始まっちゃって、感染怖いからさ、休んでたんだよね、ずーっと。で、この前友達と久しぶりに会って、その時食費の話になって、その友達はね、自炊をしてるんだよね。で、自炊してる時の月々のかかるお金、いくらかかってるかの消費と、私が普段あんまり自炊せずに弁当とか買ってるお金がもう3倍ぐらい違って、これさすがにやばと思って、それで自炊し始めました。やっぱスーパーとはいえ弁当とか買ってたらめっちゃ高つくわ。おいしそう。あ、めっちゃいい匂いする。え、みんな餃子って作ったことある？結構ね簡単かも、慣れたら。めっちゃお腹空いてきた。周りに水をつけて。どう？うまくない？料理教室の成果。え、うまい自分。なんか料理教室でケーキも作るってさっき言ったんだけど、ケーキさ作るのワンホールとかなんだよね。やばくない？あげる相手がいないからさ、自分食べるしかないじゃん。その賞味期限も3日とかだし、それで食べきれないし、でも愛着が湧いて捨てれないみたいな。それが最近の悩み。マジで誰かもらってください、私が作ったケーキ。パンもさ、一回作ったら8個とか作れるんだよね、料理教室で。めっちゃ量ある。餃子何個食べたい？ 5 でいいかな？私12個とか普通に食べれるんだけど、やば。とりあえず餃子6個にしよう。お、長っ。餃子焼く前にちょっとスープの材料切るわ。うわー、いい音。シシュちゃん危ないでしょ。自炊したことで節約だけじゃなくて、なんかね体重も減ってきたんですよ。ちょっと痩せてきたっしょ。なんかね2キロぐらい痩せた。すごくない？これ一番でかいよね。やっぱ自炊って大事なんだなぁ。海みたいね、これ。やっぱ健康的な生活ってさ、そう、痩せにもつながるんだと思って、最近ね、前からなんだけど、サプリをね、飲んでるんですよ。
なんかいろんなサプリあってさ、私もなんか7種類とか持ってるんだけど、自分に必要なもの調べてそれ買ってっていうのが結構めんどくさがいいですよね。しかもなんかかさばるし、ボトル自体が。そう、なので最近美容分析して自分に合った5粒を選んでくれるサービスっていうのがあって、それやってみてる。すごくない？沸騰してきた。じゃあ次餃子入れます。あ、餃子っぽい。いけ、卵。美味しそう。オープン。これでついに完成しました。めっちゃ汗かいた。よし、みんなにお風呂飯を持ってくね、テーブルんとこ。ご飯できたよ。じゃあいただきます。うん、おいしい。めっちゃ餃子だ。めっちゃおいしい。幸せすぎる。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。もう幸せすぎる。はあ、これさっき言ってた飲んでるサプリのやつ、これさ、めっちゃ面白いじゃない。これ私専用にパーソナライズされたサプリ5個がね、ここに入っとるんですよ。こんな感じ。これまとめて入ってるのがいいよね。しかも個包装だから衛生的にもいいって思った。富士見独自の配合で作られてるらしくて、5粒で30種類以上の栄養素が取れるみたいです。すごいよね。美容分析もね、結構簡単。指先が温度どんな感じかとか、日中外にいる時間とか、結構ね、質問が分かりやすい。その診断の結果、この5種類が選ばれて家に届く感じ。自分が今どういう状態なのかっていうのが分かるから、結構勉強になるっていうか、自分の今の状態を知れるから、診断だけでもね、個人的には楽しい。美容とかね、興味ない人とかでも普段の健康にプラスアルファするみたいな、そういう感じでサプリ取るともいいかもしれん。普段の食生活にしろ、そういうサプリにしろ、自分の体に気を使ってる人っていいよね。私も尊敬する。ということで今日もみんな美味しいご飯と、もしよかったら餃子も食べて、今日嫌なことあった人、明日嫌なことありそうな人、絶対いい日になるから無理しないようにしましょう。じゃあおやすみー。